こんにちは。こんにちは。タツとナタチヌです。今日は、絆ソムリエさんとのコラボレーションで生け花体験をやってみたいと思います。はい、楽しみにしてます。まず最初、これが、第一種子、これがメインになるので、まずこれの長さを測って生けるんですか。そうです、はい、いけたいと思います。この、皿の直径プラスこの高さかける2倍ぐらいの長さが目安だそうです。2倍、この葉っぱの先からや、うん、もう2倍ですね。大体2倍だな。私ならもう2倍ですね。で、枝がこう分かれてるので何本もあるじゃないですか。そうですね。で、それを取ってもいいんですよ。それが好みです。あ、だからこれいらないなって言うんだったら、その根元についてる枝がちょびっとちゃっていいんです。そこはもうセンスです。センスです。明確にその長さとかはうるさいんですけど、はい、どういう枝どうしようかとか細かく決めはないんですよ。もうだって植物全部違うじゃないですか。だ、抽出したやつで、あ、これの前の方が綺麗かなと思ったら下の方がきちんと切ってしまって、大体じゃこの辺かな。で、それを抽出しましたねと、はい、その時に、まあ、その説明図にあるように、刺す位置と第一種子だけ決まってるんですよ。あ、まずその長さ決めたら、まず長さまだ決めて、カッと長さで決めました。ああ、確かに、こちらの長さですね。で、枝はこう平行じゃなくて斜めに切ってくださいね。あ、こういう感じですね。で、なんでかって、こう、剣太に刺さんない。平行切っちゃう。切るときは斜めに切る。そうです。グイッと、こう。硬っ。硬いね。思った以上に硬い。怖い。おー、できました。あとは、たまに刺しにくいときは、その枝を、こういうふうに切り込み入れたりして、やってあげると刺しやすく、刺しやすくするんですね。ここは、私はこうしたんですね。ああ、元の方が。切るのめっちゃ早いですね。あんな時間かかったのに。で、その第一種子は、そこのイラストにあるように、剣山の一番奥目。はい、にまっすぐ葉っぱの表と裏ってあるんですよ。はい、その裏のが見えるような位置に刺すと美しくなくなるんで。ああ、こっちはダメ。うん、でもパッとこっちが見たらゆっくりくり回してみると、はい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 、葉っぱがちゃんと表面が見えるようになってますよね。見えた方が、うん、つまり光合成するから葉って太陽の方に向かって表面に向けて伸びていくじゃないですか。うん、その方が美しく見えるっていう。深いですね。そうなの。途中の木だから。でね、切りすぎちゃうとね、戻せないからね。切りすぎ注意。前髪切りの同じ。あ、でもこんなもんすかね。あ、もう立てたあたりや。はい、もう立てました。うわ、なんか思ったのと違う。おあ、こんなもんか。で、あんまり抜き刺ししちゃうと根元が弱くなっちゃって刺せなくなる。その時はもう一回切るしかない。短くなってきますね。そう、だから植物なので切りすぎちゃうと戻せないし。そうですね。で、これで第一種子がまあ立ちましたね。で、次第二種子もこの長さの4分の3。まあ、アスリートはヨガとかピラティスやるじゃないですか。はい、同じなんですよ。ヨガは呼吸法だからね。はい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 、つまりヨガです。なんマインドセットを、そうそうですよね。同じ効果を。第二種子はこれどこでもいいんでしたっけ。あ、で、これも場所があるんですよ。第二は左側の真ん中あたり。左側の真ん中で角度があるんですよ。そこにあるように手前に25度かな。で、その葉の頂点が剣山から見たときに大体25度くる位置。でもこれ全体まっすぐだと今後ろ目になっちゃってる。葉が、そう、葉っぱが正面に来るように見せるな。正面でしょ、手前に。そう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 、はい、見せてる。そう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 、手前にちょっと倒してる。うん、ちょっと倒す。そうそうそう、ああ、そんなことか。はい、さっき三角形が重要だって言ったじゃないですか。そ
はい、3本いけるとその第一種子の頂点、第二種子の頂点、第三種子の頂点がこうトライアングルに、こういう感じでみんながポジションにいけてあげると綺麗に見えるっていう。少し硬くも遠は。むずいでしょ。いや結構むずいですよ。むずいですよ。置いてみて立ったり引いたりしてみたときにどういう風に上から見てみたいとかね。はいはい。ドラゴンボールみたい。元気だなって言います。おー、タキヤのがすごい。で、気になったら切ってもいいですよ。結構、うん、今いけばねって思ったんですけど、意外と自分って繊細な性格かもしれないです、うん、めっちゃ気になりますもん。でしょ。結構気になってきますね、これ。でしょ。割と私も習ってて思ったんですけど、女性の方の方がダイナミック。確かに。確かに。そう。ダイナミックなナタリア。女性がダイナミック。だからこう高さでドーンっていうのを言ってる。男がチマチマってやるの。だからこれで分かる。もっと美しいと、まあ、まだ切りますよ。まだちょっとイメージ、気持ちまだちょっと行ってますね。だからお互いのことは分かる。確かにそうですね。面白い。面白いでしょ。ケバの面白い。一緒にやることすごく楽しい。結構良くないこれ。すごく良くなった。だからお互いにね、こう全然違うじゃないですか。選んだね。なんか私の顔的にちゃい。これはこれででも美しい。なんか美しいと思う。でこれで LINE 出身もある。これ写真で見るのとこれ立体的に見るの全然違いますね。どうしても写真と二次元になっちゃうから、わかんないじゃないですか。どっちかというと奥行きだったり、手前にどれだけになってるのとか、あと見る視点で、よく言うのビューポイント、どこに焦点を合わせてやったのって言われるんですよ。次は、三つ目の本。第三種子。はい、第三種子、四分一の、こちらの四分一だから、ここまでにぐらい、うん、さっきの第二種子の長さが4分の1ぐらいでカットして置いていきます。難しいものはこれは細くてここに行けないんですよ。感覚やよね。だからそれなら多分もっと厚い木からのカットした方がいいでしょ。でもこれも感覚ですもんね。厚い木使うのも何でもいいねえよな、タリア。例えばこの木からの厚いポン作って、でもこれ結構かわいいなと思ってます。でですね、実はこういう細い枝を刺すテクニックがあるんですよ。あ、テクニックで、このね、植物のこの根の部分を切ってそこに刺すってあげるんですよ。そういう裏技があるんですよ。細かったらお花のものを切って中に入れたら、それならここに入れます。教えてくれました。テクニックよね。テクニックです。秘密です。裏技です。裏技と伝授された裏技を使ってここにぐらい。おお、なるほどね。それを今度は45度。ああ45度。取れてしまった。取れてしまった。やり直しか。もう一回ここの、まあ、45度って言っても、その葉の先端が見た時にその角度のある位置であればいいので、まあ、そのままでもちょっと、うん、あよし、刺しやすそう、うん、それの方が45度ぐらい、うん、ぐらいかもしれない、うん、よし、うん、わお。でそこのテキストにあるイラストの、上から見た図があるじゃないですか。第一、第二、第三、だいたい大雑把に書いたポジションなんですけど、うん、それが基本的なポジションですよと説明します。これですよね。こちらは基本的なポジション、ポジションです。違う。上からのポジションです。で、この後ねじめって言われて、今見てもらうと、剣山から葉の間って枝だけじゃないですか。はい。葉の間。うん。あれ。下の水辺から、うん、あの枝しかないと、これ見た時どういうイメージに浮かびます？ちょっと寂しいですよね。ですね。そこを彩るっていう意味で、これ花を、うん、まあ、大体3本ぐらいですね。うん、同じ色で揃えてもいいし、色をバラにしてもらう。こちらもですか？もちろんどうぞ。こちらとこちらも、ああ、匂いがいいです。
いい匂いする。いい匂いします。よし、出ました。じゃあ私の蜜の花は、うん、こちらです。おお、綺麗。はい、ありがとうございます。じゃあ次は達也ですね。むずいな。で今回はあんまり原色の、まあ、黄色いダリアを持ってきたんですけど、はい、持ってきませんでしたと。でそれもちょっと理由があって、はい、原色の強い色合いだとあのこう鬱陶しくなる。あ、主張が強すぎる。強すぎちゃうから、うん、逆に中間色の色の方が合わせやすい。あー、コーディネートも一緒です。これもセンスなんですよ。はあ、一旦ちょっと分かんないですけど、これこの3種類にしてみました。はい、今からこのレジ目をやってもらいます。レジ目すると第三種子よりも低く置いてくださいねっていうのを聞いてね。だからそうすると第三種子結構低めにしちゃってるから、はい、かなり下目になるんですけど、はい、ただ別にダメなルールじゃないんですけど、枝だけビヨーンと大出身伸びてて、はい、あるから下の方がなんか寂しげになるじゃないですか、はい、だからそこを補ってあげるようなポジションにこのネジも置いてもいいんですよ、はい、でも色の組み合わせ前後どっちなのとかによってはなかなか悩ましいので、そこもお任せですよ。結構難しい作りになってしまったかもしれない。花の長さはどれくらいまでなんですか。第3種子の下目のこれよりも低く。結構むずいよ。なんかここまでの個々の近くなのでやばいですね。うん、難しいね。あ、最初にまだ長め切ります。どっちかというとアドバイスとすると、この見てもらうと花びらのサイズって微妙に違うじゃないですか、花によって。はい、だから大きめの花びらは下に置いた方が綺麗です。おお、大きい花びらと小さい花びらとバランス悪いから、うん、そういうのもあります。この2人は下にですね、三角やで、うん、これらの方が多いにしたいと思います。うん、これなんかまあ、まだ花はあるので入れてみて、あれ足りねえなとか違うなったらもっと足してあげてもいいんですよ。うん、でかすみ草なんかはその茎が細いから、さっき言ったグラワーで太いやつをずっと刺して、あ、さっきのテクニック応用して、おー、さっきの、ね、これで短くかちょっと、あ、柔らかい。この辺で、チョイスは女性の方が早い。男は慎重なんですよ。意外と分かんないから。そうなんですよね、スピードがいいから大胆。うわ、でもなんかもう綺麗。あの、これはこの辺ぐらいになるので切りすぎましたらさよなら。慎重にね。はい、一つだけアドバイスすると、はい、今そのねじめの葉の高さが一緒になっちゃったじゃないですか、はい、だからそうするとあんまり実は見栄えよくないから、どっちか手前にグッと倒してあげて高さを変えてあげた方がいいんですよ。確かに。はい、じゃあねじめをしていきたいと思います。でまずちょっと一番色が強そうな、黄色の花からちょっとやっていきたいと思います。はい、これ切りすぎ注意ですので、はい、それをどこに置くかね。考えてる達也、むずい。ちなみに種子は斜めにカットしてくれたら刺しにくいからなんですけど、花は平行で大丈夫です。柔らかい。そうです、うん、ここにしました。かわいい。もうちょいちっちゃい方がいい。もうだもった。ほど、
でかくするとちょっと主張強くなりそうなので、ちっちゃくこの辺かな。え、むずでしょでしょ。むずいっすね。なんか思ったのと違う。わかりますね。これ絵を描くときにもなんかイメージあるけど。これの場所はなんとなくイメージできた。ああ、よかった。綺麗ですね。あの後ろから全然違う感じです。あと立ってみてお互いの作品を監視してみてください。おお、なんかそこから全然違う感じで、ここからもっと綺麗ですね。だから本当に性格が出てるなと思って。アグレッシブと繊細さ、繊細。全然違いますね。同じ植物使ってこんだけ違うんですか。これが正解って実はなくて、だって著名な芸術家の名前から、はい、だから 作り手と見る人って考えて、これでコミュニケーションですね。なんかこの人私はこうですっていう必要。おお、面白い。だからなんか予想通りだった。これは本当ですか。アスリートって繊細じゃん。アスリート結構繊細ですよね。出なきゃだって今日に勝てないよ。心配性な人です。そう、不安で不安で結構心配性な人多い。大胆で適当な人は向かないと思う。だって相手のことは研究しなきゃいけないし。そうですよね。団体競技の方がチームプレーだからそこまでなくてもいいけど、個人競技だから、はい、相手のこと知らないと自分のことが何もないから、これやっぱ慎重な性格だと思う。私のダイナミックだよね。女性はそう、大体ダイナミックだな。そうだな、どう思う？合ってる？でも合っとると思う。合ってる？ちょっと合っとると思う。で、フィニッシュにしたら、この下のね、枝のとこ全部取ってて、新聞紙も取ってて、このテーブルとこれだけにして取ると、また変わってくるから。今、ここじゃないですよ、今。あ、でも、これでフィニッシュっすね、一応。はい。はい、こんな感じで。はい。完成しました。はい、どう、あの作ったやつ、お互いに見合って、どう、はい、自分の作ったやつは。結構、見たら、これは立つやなと思ってましたね。そう、なんか、思ったよりも繊細っぽいっす。繊細っぽい感じでした。はい、ナタリアはどっちかっていうと、まあ、ダイナミックな感じで、まあ、でも予想通り、予想通りかな。なんか選ぶ花もこれ選ぶかなっていう花をちゃんと選んだ感じでした。どう、花、予想通り。そう似合ってるね。っていう感じです。はい、どうでした？楽しかった？めちゃくちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当にベーシックですので、細かなルールとかはかなり端折って説明したんですね。本当のレッスンになると これダメ、あれダメって言われるんですけど、どうしたらそうなんですか。でもなんかあの優しく好き勝手させてくれて、そのままで楽しかった。日本の伝統文化のレッスンっていけばとかじゃもう作法がいっぱいある。こうしなさいみたいな。そうなの。理由は説明されるんですけど、飽きますよ。はい、でこのベーシックレッスンばっかりやってるとだんだん飽きてくるので、楽しんでもらうのが大事かな。そうですね、最初の楽しさなんか、楽しかったので私ならなんかもう一回やりたいなと思います。植物に触れ合うっていうのは自分のメンタルやし、もっと私はコミュニケーションツールだと思ってるから。いや、面白いですね、はい、日本ならではの。どう、初めてのいけばな体験。楽しかった、もう一回やりたいですよ、ね、でも厳しいコメントじゃなくて。これってこう次やったらまた
違ったような作品が出来上がったりとか。あと季節によってその植物も変わってくるんですよね。だから枝もだって今春先だからこういう枝だし、時期によって違ってくる。外火山によって同じように生けてもその通りにならなかったりするんですよね。で花のチョイスも変わってくるから、そうするとさっきの4つの形あるんですけど、こっちは直立系だけど景色系だと思う。やり方いいよ。うん、やりたいね。また違った作品も作ってみたいですね。あの冬の花ならもう確かに。もうさっき花咲公園とか上公園とか見てる時に今のちゃんと声かけて、はい、そうやって声かけた本気で思ったから全然ありでしたね次回別に定期的にやってもいいと思って、そうです、ね、か誰かで今の感覚を呼んでね。そうですね、一緒にやってどこの教室インプレッションでそれを配信してみたら面白いですね、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。